ソシナは有名な漫才コンビ、霜降り明星の一人であり、YouTube やテレビでの過激な発言で注目を集めることが多い。フジテレビで放送された FNS27 時間テレビ、日本一楽しい学園祭の番組でも、ソシナはまたしてもその発言で物議を醸した。FNS27 時間テレビは、キートークの演奏で始まった。 演奏の後、MC たちが次々に登場し、イベントについてのコメントを述べたが、霜降り明星の番になると、ソシ品は最初から衝撃的な発言をした。具体的には、ソシ品はスタジオにいるフジテレビの幹部を紹介し、聖夜は彼らをカイジの金持ちキャラクターに例えた。ソシ品は大谷の家、すみませんと言った。しかし、最悪なのは、フジテレビの社長の反応で、ソシ品の発言に全く反省の色がなく、大笑いしたことだ。 この発言は6月12日に週刊現代が報じた事件を指している。ドジャースの大谷翔平選手が新居についてフジテレビと日本テレビから過剰報道され、出禁処分を受けたという内容だった。フジテレビは大谷の家の近くから生中継を行い、近隣住民にインタビューをして大谷のプライバシーを信頼した。フジテレビは出禁処分を否定したが過剰な報道を認め、港光一社長が7月5日に公式に謝罪した。 ネット上では、祖師名の発言と、フジテレビ幹部の笑いに、すぐに強い反応があった。多くの人は、フジテレビが、大谷のプライバシー侵害について、全く反省していないと考えている。フジテレビが、大谷の家を公に放送し、その後、それをネタにして笑うのは容認できない。これは冗談にするべきことではない。私はビデオを見て、彼らの笑いの程度を確認した。 映像には12から13人の高級幹部が映っており、そのうち3人が大笑いし、2人がぎこちなく笑い、残りの人々は微笑むか無反応だった。フジテレビと日本テレビが大谷が購入した家に対する彼らの行為の結果を理解していれば、このような冗談を思いついたとしても、口にすることはなかっただろう。テレビ局の幹部たちが一緒に笑うのも奇妙なことだ。これはブラックユーモアではなく、状況を読めないものの侮辱的な言葉となっている。 このような放送は、フジテレビが本当に時代遅れになっていることを示している。大谷の家、すみませんという言葉が、フジテレビの港孝一社長や、他の幹部たちを大笑いさせた。この理不尽な幹部たちが、フジテレビの衰退の原因である。カメラの前で、誰も真摯に立ち、頭を下げて謝罪しなかったのは残念だ。大谷へのインタビューが禁止された件に関して、有吉はラジオで、こんなに暑いなら、アメリカのもっと暑いところに、別荘を買った方がいいかもしれませんねと言った。 でも、日テレやフジテレビにインタビューさせないようにしましょう。彼らは暑さを無視して侵入してきますからね。水も彼らとは共有しませんよ。大谷の名前は出さなかったが、有吉のテレビ局への皮肉は鋭く、彼と祖師那の違いを浮き彫りにした。大谷の新居に関する事件で謝罪した、フジテレビの社長が、芸人がそれをネタにして笑うのを見て大笑いしたことは、彼らが全く反省していないことを示している。祖師那の発言の多くは、聞く人を不快にさせる。 これは彼の特徴かもしれないが、それは本当に芸人としてすべきことなのか。芸人の話がどれだけ面白くても、大谷について言及するときは真面目な顔をすることが必要だ。これができないことは社長としての能力の欠如を示している。なぜ周りの人たちと一緒に笑うのか。この問題、大谷側、引っ越しを余儀なくされた人、まだ終わっていない。企業経営やガバナンスにおいて、 社長が時期と状況を理解していないと、同様の問題が再発する可能性が高く、何よりもそのようなリーダーには、誰もついていかない。富士テレビの、楽しくなければテレビじゃないという時代を思い出す。その時代、富士テレビには、本当に面白くて、魅力的な番組がたくさんあった。もちろん、その時代でも受け入れられないことがあり、今では完全に禁止されているだろう。一時は最高の視聴率を誇ったテレビ局だったが、 今では時代に取り残されている感じがする。しかし時代は変わり、特にメディア業界では思考を変える必要がある。以前はテレビ業界のトップであれば、楽しいものであれば、ほとんどすべてが許された。しかし今は違う。トップに立つ者は正しく反省を示さなければならない。この話で大笑いする社長を見て、彼らは自局が世間からどう見られているか、そして時代の流れを全く理解していないと感じました。 そのトップたちは過去の黄金時代の影響をまだ受けています。変わらなければ彼らは本当に時代遅れになります。いずれにせよ、テレビはいつか消えるメディアなので心配することはありません。大谷選手は新しい家を売って別の家を買うかもしれませんが確実に大きな損失を被るでしょう。彼はテレビ局に対して法廷で損害賠償を求めるべきだと思います。アメリカであればその可能性は非常に高いです。 どれだけ有名であっても、人のプライバシーは尊重されるべきであり、大谷も例外ではありません。プライバシー侵害について、こうに謝罪した後で、このことを笑って済ませる幹部たちには、驚きです。彼らは、それを目の前で、冗談にしたことを恥じるべきです。メディアの役割と、社会的影響についての認識が欠けています。フジテレビの唯一の目的は、他の芸人が言えないことを言うことですが、それは笑いをもたらしません。主要な位置にいるなら、まずは番組を盛り上げて、 空気が温まった時に、深夜の時間帯に冒険的な話を追加することができます。粗品を含めて、誰も面白いことを言わず、TKO をいじるのは、放送事故に近く、犯罪者。出ていけと叫ぶだけです。その芸人が誰かはわかりませんが、公開でいじめることで、何を言っても反抗しないだろうと思わせるだけです。それが脚本家の仕組みなら、その脚本家たちは引退すべきです。TKO を極端に嫌っている人だけが、それを見て満足するでしょう。 才能のある MC なら対処できますが、ソシ品には全く無理で、彼はただ台本を見るだけです。フジテレビが表面的に謝罪し、日テレが全く謝罪しないのは、本質的には同じです。しかし、いずれにせよ、ソシ品はどこへ向かっているのでしょうか。彼がこのまま続ければ、取り返しのつかない時が来ると感じます。その時、彼がどのように対処するのかが気になります。個人的には、ソシ品が自分の行動や発言の責任を、コメディーと称して逃れるのは卑怯だと感じます。 さらに彼の内容は楽しいものではなくただ不快なだけです。フジテレビのシステムに問題があります。やってはいけないことがありますが彼らはそれを理解していません。27時間テレビは多くの問題を残して終了しました。彼らは高校生とのダンスで感動を与えて番組を終わらせました。彼らはそうすることで過ちを隠そうとしました。フジテレビは議論を呼ぶ発言の多い粗品を使い続けます。これにより私はますますフジテレビが嫌いになります。 残念ながら、彼らはかつて感動的な番組やドラマを作っていました。企業や政治でスキャンダルが発生すると、テレビ局は危機意識の欠如や古いシステムの変更を要求することがよくあります。しかし実際には、最も衰退しているのは、テレビ局自体です。特に現在のフジテレビは、非常にひどいです。彼らは、放送免許が剥奪されることはないと自信を持ち、自分たちが特別であると信じています。しかし、これはナンセンスです。 彼らは生き残りたいのであれば自分たちの認識を変える必要があります。テレビ局に対する公衆の信頼は著しく低下しています。彼らは他企業のスキャンダルを危機として報道するべきではありません。近年では野外で撮影する場合でも一般市民の顔をぼかす必要があります。大谷のような有名で成功した人物の住所を公開することは本当に受け入れられません。別の有名人はテレビ業界の誰にも住所を教えていないのに 番組の記者が家に来たことがあると話しており、本当に恐ろしいことです。受け入れられないのはメディアによって個人情報が公にさらされ、個人情報が簡単に漏れることです。日本ではプライバシー保護の問題が重視されていますが、テレビ局はこれに関心がないようです。フジテレビと日本テレビは視聴者に誠実に謝罪し、大谷の家を観光地にしないよう努めるべきです。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。